佐賀のガバイばあちゃんのように開くんです。不思議な形に切りかかれていますよね、アウトレットが。これ実は後ろから見るとほらこのマークのように彫ってあるんです。というわけで今日紹介するマセラティの MC20 なんですけれども、この車の社名なんですが、これ MC っていうのはマセラティコルセの略、そして20というのはこの車のデビューした2020年の後ろの2文字を取ってるんです。でこの車マセラティが超久々に作ったミッドシップリアドライブのですねスーパースポーツなんです。我々おっちゃん世代はマセラティのメガクとかボーラなんか思い出しますよね。でこの車の全体の特徴はですね、今時の電子制御バリバリとかボディーワークにしてももうギトギトにやっちゃうのとはまた逆方向で、割とすごくナチュラルな車作りをしているところなんです。ですからボディーワークも綺麗で、ここ正面から見るとそれほど主張はしませんが、このように回ってみるとエアアウトレットかなりえぐーく入ってます。そしてもう一回前、一見おとなしめのルックスに見えますけれども、実はですね上から見るとほらノーズ先端がこのように絞り込まれて独立して配置されていて、このノーズとは別体型のカーボンのウィングが配置されているような構造にしてるんです。そして横、非常に流麗でですね落ち着いたフォルムに見えるんですが、ディテールを見るとかなりえぐいです。それはここドアの下の方の絞り込みがですねあらゆる方向からかまされていて、ここにはガチモンのしっかり穴が開いたほらダクトがあるんです。またこのドアなんですが、一般的なスイングタイプ違います。じゃあガルウィング、それも違う。じゃあマクラーレンみたいなディヘドラルドア違うんです。このドアはですね SAGA、 そう佐賀のガバイばあちゃんのように開くんです。ガバイ、特徴は斜めにひねるようにしてこの動く形です。ガバイよね。で注目はこのドア、このようにですねモロカーボン、ほらカーボンの素材丸見え状態なんです。さらに注目はこちら、このドライバーを囲む空間はなんとですねカーボンモノコック製なんです。すごし。じゃあガバイドアをガバイと閉めます。ボディサイドを流れたエアがこのようにインテークに入りエンジンルームを冷やすんです。さあそしてリアに回ってきました。注目はここエンジン上空のキャノピーはですねこのように不思議な形に切りかかれていますよね、アウトレットが。これ実は後ろから見るとほらマセラティのトライデント、つまりこのマークのように彫ってあるんです。芸が細かい。というわけで一生声がけ中のものです。どうも、一生スーパーカー好きのものです。はい、はい、どうもです。1ヶ月ぶりのご無沙汰です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はマセラティの MC20 MC20 です。もうすごいかっこいいですね。ねえ、かっこいいね。見るからに高そうですね。これお値段は、あ、言わないでください。予想しました。シエンタよりも、うん、高い。合ってる。というわけで今回は車両紹介編うな丼チャンネルでやります。はい、走り編は元禄ウェブチャンネルで見てください。頑張ります。頑張ります。はい、そしてこのリア周り見てください。まずこのバンパー、これねカーボンなんですね。ぶつけたら高いですよこれ。どうしましょうね。そしてマフラーはこの位置にあります。まあ、なんでここにあるかというと、下がこうディフューザー形状になっていて、ここでこうダウンフォースを生み出すんですね。まあ、このディフューザーの面積を多く取るためにマフラーはちょっと上に位置しているというわけです。そしてこのテール、まあ、ここはスポイラー形状になってまして、このテールライト、まあ、この形マセラティの他の車とクーペ類と同じようなデザインになっています。ここが共通性を持たせているんですね。さあ続いてエンジン見てみます。エンジンを開けるのはこのマーク。搭載されているエンジンは縦置きの3リッター V6 ツインターボになりまして、これなんと630馬力です。ほらほらほら、ミッドのしかも深いところにセットされてますよ。でこれトルクが730ニュートンもあるんですが、注目はそれだけじゃございません。なんとこの燃焼室なんですけれども、通常の燃焼室の他に副燃焼室を持ってまして、このためですね燃料を、これね一般的な乗用車で副燃焼室を持っていると燃費を向上させるためっていうことが大きいんですけれども、マセラティの場合にはもちろん燃費も向上させるんですが、それよりも燃焼効率、爆発力を確保するっていう目的が大きいです。この考え方、今の PU、F1 の PU のですね、例えばメルセデスとかフェラーリ、それからホンダも採用していると言われているものです。まあ、ほとんど公然の秘密で採用しているはずなんですが、
それをマセラティはですね、この市販車である MC20 で採用してきたってわけなんです。すごいね。 MC20 で音速を超えて舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのといって、このねドアノブ不思議ですよ。ここ掘ってあって、この上ここを触る。舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな。イタリアなんだからあってほしいな。でね、衝撃、何もない、0点です。スウェードで素材はいいのに。フロントシートです。とんでもなく豪華、しかし形状はスポーティー。シート座ります。このように大きくえぐりが入っているので、ほらフロントタイヤが見える。うわ、いいとして、非常に乗り込みがしやすいんです。マジでこんなに背が低いのに普通の乗用車よりも乗りやすい。ただここは当たるね。で、注目はここ、トライデントのマークが入ったステアリングはですね、これもですね、外観同様に派手な装飾やおかしな造形はしておらず、非常に最近珍しい深淵に近いものです。下は若干 D シェイプ気味になってます。そしてここ、エンジンのスタートストップスイッチです。これ走行編はこの後やるんですけれども、原力チャンネルで注目してほしいのはね、普通最近のスーパースポーツ、もしくはハッチバックのスポーツモデルでも、エンジンの初動の時にブオーンとかね、跳ね馬のような雄たけびのようなものを上げますけれども、この MC20 はそういった過食というか装飾的なことをしてないんです。それが実はね、この車全体を覆っているテーマでもあるんです。素の力、素材の力を信じている車という感じなんですよね。ちょっとエンジン止めます。で、このポイント、ステアリング右にはですね、ローンチコントロールが備わっています。さらにその奥、パドルセレクターが備わっていますけれども、実はこれ、ステアリングとは連動しない固定タイプなんです。かっこいい造形。メーターは当然のようにフル液晶になっています。こちらで空気圧の表示もされています。さらにレバーの先端を押しますと表示が変わります。こちらも同じく、ブレーキの動力とアクセルの回路です。このように表示が変更できます。インパネです。豪華一辺倒ではなく、レーシーな雰囲気を残してます。センターのモニターで各種コントロールが可能になっています。これはシートヒーターとシートベンチレーター、そしてこれリアビューカメラの表示などもできます。これ見てください、これ茶色の革がこのシートにも、そしてメーターバイザーの上部にも使われていて、この室内がですね、黒と茶色の落ち着いた空間になってます。この色の組み合わせ、ライトオンの店内よりもいい感じです。ちなみにこのモデル、ここでエアコン操作等を行うことと引き換えにですね、なんと室内にはですね、エアコン操作系やシートヒーターの操作系が一切ありません。これによって非常にミニマルでシンプルな空間が作られているんです。で、シンプルになったから逆にですね、ここ室内でエアコンの吹き出し口がここまで存在感のある車も珍しいんです。ほら、非常に凝った造形になってます。また注目はここ、この DM とあるのはドライブセレクターでして、 D でドライブ、そして M でマニュアル操作になります。さらにこちらを押すとリバースになります。またこちらのダイヤル注目、これ走行モードセレクターですが、マセラティらしい、 MC20 らしい作りになってます。これね、ダイヤルが二重になってまして、ここ光ありますけれども、このようにしてスポルト、さらにはコルサというように大きくドライブモードを変更できるんですが、その内側にも操作系があります。こうしてスポーツにすると、このようにダンパーのマーク、アダプティブダンパーのモードが表示されるんですが、これを押します。するとモードはスポーツにしておきながら、乗り心地に関してはソフトにしたいというような細かいセッティングもできるんです。いやー、これだけね、多種多様なモード変更ができるなんて、これ1号さんだったら絶対こう言いますよ。すごいですね。シートの後方からはエンジンが見えます。そしてこの車、スーパースポーツカーだから車高がすごい低いんですけれども、そんな時に便利なのがこちらのスイッチ、
すごい分かりやすいところにありますね。これを押すと車高が上がるんです。やってみましょう。はい、これで段差でも楽々です。さあ、すごい構造のドアですけれども、出るときにはこのボタンを押すとロックが解除されて、この後肘全体で押すようにすれば意外と軽い力で開くんです。さあ、というわけでシートが2つだけですので少年隊は座れませんが、この2つがあればですね、今話題の2人組、そう、ヒロシ&キーボーナが座れます。そしてこの車、ミニマルな空間作りを目指してますので、ほら見て、小物入れスペースがほとんどないんです。アームレストの下にちょっとだけ、あとはグローブボックスだけですね。ただシートの後ろにちょっと、シートの背面のこの棚の空間を生かせば荷物がちょっと置けます。このぐらい。ではラジェジチェックをしましょう。はい、このように先ほどエンジンを見た時と同じようにこうやって開けますと、この後ろにラジェジスペースがあります。まあ、一転するとこうね、前後の幅とか結構あるんですけれども、まあ、エンジン関係の機械がここにまで来ていて、それがこっちまでミッションとかありますので、意外と浅くて、あとここが斜めになってます。まあでもさすがこの中のトリムとか見てください。非常に豪華な作りですね。まあ2人分ぐらいの手荷物、一泊ぐらいなんとか収まるかなっていう感じです。じゃあ今度は前側を見てみましょう。フロントを開けるのはこちらにレバーがあります。おお、浅い。これは浅い。まあ今何が入ってますこれ。車検証類かな。これなんでしょう。マークかっこいいよこれね。あれですね、牽引用のフックですね。そしてこれなんかね、化粧ポーチにしたいね、これね。じゃーん。あ、これはあれですね、パンクした時の空気の充填剤です。さあ、というわけで MC20 見てきました。すごいかっこいいですよね。早く来てくださいよ。あ、すいません、すいません。いやいや、早く。で、この走りの模様は、すげえ疲れてるんじゃないですか。走りの模様は原力なんかね、なんか疲れちゃってるんですけど、それは原力チャンネルで確かめてください。大変美味でした。ごちそうさまでした。